が浜田山虎の子不動産です。今日はラグビー、女子ラグビーです。セブンズに限らずラグビーは気持ちの連鎖がすごーく生きてるスポーツなんです。一人の頑張りだけでは絶対に勝てません。チームのため、仲間の,のため、それぞれが体を張る。 どんなで厳しいって場面でもみんなで動き、ボールをつなげてトライを取りに行く。そういう気持ちの連携、連鎖を感じられるのが、感染しとる人にとっても面白いところだと思うし、ラグビーのとっても面白いところです。今日は、日本体育大学ラグビー部女子、えー、練習風景を見に来ました。それでは、おやすみなさい。